あの日の僕らは命を懸けうるものがあると信じていた。それがどんな代償を払うものか知りもしないで。3月10日、僕たちは帝国領内を進撃していた。あの戦争こそが僕たちの青春だった。進撃を続ける彼らを待ち受ける帝国軍の反撃。奮い立て、勇敢なる兵士たち。このヨーロッパから腐りきった戦車どもを一掃するのだ。そして雪だ。吹雪の前兆なんてなかったはずだ。逃がしはしない。私は選ばれた証を見せる。現代に蘇った伝説バルキュリア。一刻も早くこの領域から離れるんだ。言っただろう、いい女は逃がさないってな。迎え撃つぞ。仲間たちに託された意志。俺を信じて任せてくれよ。みんないなくなるなんて、そんなの嫌だ。戦争に翻弄されながらも、僕は狂ってる。戦争という狂気に飲み込まれてしまった。全ては戦争を終わらせるために。これまでなのか。大切なものを守りたくて、自ら戦争と共にあった。極寒の地での戦いは熱い友情の物語だった。生きてハーフェンに帰ろう。一緒にね。戦場のバルキュリア4。